ザールラント州はドイツの連邦州の中西部の南方にある州。石炭の産地で産業の要所であった。フェルクリンゲンの製鉄所跡はユネスコの世界遺産に登録されている。第一次世界大戦後は国際連盟の管理下に第二次世界大戦後はフランス領管理下に置かれた。フランスはこの地方で豊富に産出した石炭を 狙っていたため、親ドイツ政党を禁止するなどの政治的弾圧を行い、住民投票によってこの地域を独立させようとしたが、投票では、住民が独立を拒んで、西ドイツへの復帰を選択した。1957年1月1日に、西ドイツに復帰した。ドイツの西南部に位置しており、北と東は、ラインラントプファルツ州に、南は、フランスのロレーヌ地方に、 生誕はルクセンブルクに接する。近年は、ロレーヌ及びルクセンブルクとの国境を越えた地域協力が盛んである。ザールラント州ルクセンブルク、ラインラントプファルツ州西部と同様に、フランス文化の影響を濃厚に残している特徴がある。逆に、フランス東端部のアルザス地方は、ドイツ文化の要素を濃厚に残している。また、 国民の中にはフランス語で日常会話をしている者も,もいる。衆議会議事堂、ザールラント衆議会勢力図衆議会は一員制で定数は51。2017年5月26日に行われた衆議会選挙での各党の得票率、獲得議席数、議席占有率は以下の通りである。二千九年八月の選挙後に州レベルでは 初となる CD、自由民主党、同盟90、緑の党の、ジャマイカ連立が成立したが、閣内不一致から、人気満了を待たずに崩壊、衆議会を解散して、連立の組み直しを図ることになった。選挙の結果、CD は、第一党の座を守ったものの、最有力の連立パートナーである FDP は、過去最低の得票率1.2%に止まり、 阻止条項を突破できず、全議席を失った。そのため、改選前から4議席上積みしたスピードとの大連立政権を選択することになった。なおこの選挙で、ドイツ海賊党がベルリンについで2例目となる、衆議会進出を果たしている。2017年の衆議会選挙では、シーィは議席を伸ばしたものの過半数に届かず、スピードは微減に止まった。一方、 緑の党と海賊党は議席を失い、極右政党のドイツのための選択肢が3議席を獲得した。この結果、シ CD とスピードの大連立政権が継続することとなった。1947から1955、ヨハネス・ホフマン・ CVP1955 から1956、ハインリヒワエルシュム所属1956から1957、 フーベルトナイ CD1957 から1959エゴン・ライネルト CD1959 から1979フランツ・ヨーゼフ・レーダー CD1979-1979 ベルナー・クランプ FDP1979 から1985ベルナー・ザ・ヤー、ウェルナー ゼア・ヤー CD1985 から1998、オスカー・ラフォンテーヌスピード1998から1999、ラインハルト・クリムト・スピード1999から2011、ペーター・ミューラー CD2011-2018、アンネグレート・クランプカレン CD2018-0000、トビアス・ハンス州は、以下の5つの軍、および、軍と同等の都市連合からなる。 メルツヒバーダン軍、メルツヒノインキルヒエン軍、ノインキルヒエンザールブリュッケン都市連合、ザールブリュッケンザール類軍、ランドクライス。ザールルース、ザール類ザールプファルツ軍、ホンブルクザンクト、ベンデル軍、ザンクトベンデルフェルクリンゲン製鉄諸州の紋章と、旗は、法律によって1956年7月9日に、制定され、1957年1月1日から、 施行された。紋章は、部が半円形の盾を四分割して、それぞれにザ・ールラントの周域を、かつて統治していた、両方君主の紋章を描く。州の旗は、黒、赤、金のドイツ国旗の中央に、州の紋章を配置したものである。黒、赤、金は、州の色でもある。第二次世界大戦後、ドイツに復帰するまでの間は、 フランス国旗と同じ青、白、赤を使って、スカンディナビア十字がデザインされた旗を使用していた。ありがとうございます。